いやー、皆さん張り回して、この村の村人の一員のトムです。よろしくお願いします。今日から親父の後を引き継いで、私が畑仕事に精を出すことを誓いました。というわけで今日から頑張っていきたいと思います。というわけで行ってみたいと思います。Oh, it's crazy.家の前にめっちゃ松明置かれてる。 Wow.ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。俺はあれじゃね、土管みたいなところに入って光に包まれたら、いつまでかこんなところに来てるわけじゃん。いやちょっと待って、それはおかしいよ、それはおかしいよ、あれおかしいわ。いや、なんかおかしいよな、ちょっと。いや、そういうなんか非現実なできるようなことがマイクラにあると思う？あ、じゃあなんでエンダーポータルは。ああ、もうおかしいことを考えるな、おかしいことを考えるな。それよりここがどこだってことをもうまずは考えていいかな。村人おるもん、ほら村人おるもん。ちょっと村人さんに話聞いて聞かせてもらおう。はいはいはい。エメラルド？エメラルドをくれたら、いやー11本をあげますよ。いりません。あ、いりません。いらんボケ。あ、ごめん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 いやごめん、いやごめん、いやごめん、いやごめん。何なんだこの村は一体。っていうかいつもりか剣持ってた。木の剣やで。もう鉄の剣とかしか使わんようになったもん。木の剣とか、もう鉄とかたくさんあるし、木の剣なんか使う必要ない状態やもんな。どういうことだ。疑心暗鬼になってくるんだけど、とりあえず人とりあえず嫌われたけどさ、嫌われたけどさ、俺らってこのままおったらまずいと思うけんさ、とうとう家一つ一つ探索していこうかなと思うんですよ。うん、村人の監視がひどいな。向こうのやつがちょっと俺の方見てる気がする。気のせいだ、視線が厳しいな。これマイハオー、マイホーム、マイホーム。ここ俺が最初入っとったところ。何がマイホームだよ。マイホームどころじゃねえよ。俺の家じゃねえよ。誰の家だこれ。マイホームって、マイって誰だよ。マイって誰だ。くそ。マイって誰だ。ほら、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 ほら。経験値が6個入ってる。お向かいさん、お向かいさん。階段がある。なんかありそう、なんかありそう、なんかありそう。なんもない、なんもない。なんもない、なんもない、なんもない、なんもない。
お邪魔しました。お向かいさんのお隣さん、はい、ごめんください。ありがとうございました。次、ごめんください。お邪魔しました。一回りでかい家、ごめんください。お、なんかある、なんかある。わあ、地下とか作ってやがる、このここの村人。わあ、ジェストだ。ちょっと拝見、トロッコとかある。やった、1個もらっていきますね、トロッコ。わーい、なんこれ。なるほど、そういうトロッコだった。返しておきます。お前さん、何お前家にこんな地下作ってんの。ちょっと興味あるじゃん。興味あるけど、それよりも先に優先しなあかんことがあるんやな。ここがどこだっていうことだよね。うん、村人を教えてくれない、何も教えてくれないんや。本当にここはグダグダマインクラフター俺の世界なのか。そんな感じです。おお、なんかなんか海水浴やってますね。海水浴これを海水浴って言うんか分かりませんけど、とりあえず水に浸かってますよこの村人。なんかこれよう見てはチュッチュしてない。めっちゃイチャイチャしてます。あ、ごめんなさい。ごゆっくり。あ、ちょっと待ってくださいよ。入れさせてくださいよ、ちょっと。ああ、いいや、オッケー、ありがとう。お邪魔します。なんか店みたいなのができてる。あ、革のズボンを、エメラルド2個で。わあ、お買い得。エメラルド持ってないわ。いろいろ探索してみて分かったことが3つあるんですよ。むしゃ。ですね、まず1つ目が、明らかにこの村、俺のおった世界の村ではないような気がするんですよね。なんかコンパスとかそういう系の類はないんやけどね。それで調べたわけじゃないんやけどね。なんか直感的にそんなちっことが、なんか違うような気がするんですよね。むしゃ。で、二つ目にね、なんか近くにあるんですよね。なんか、ピラミッドが。そのピラミッドを今から行きたいとは思うんですけど、なんかそこがなんか怪しいというか、なんというか、探索違いがあるような、とにかく何もするより、せんよりかは、そこを探索した方がいいと思うんで、そこ行きたいと思います。それが二つ目。むしゃ。最後に三つ目なんですけど、これは今の状況とは関係ないんですけど、やたら村人がエメラルド欲しがっているっていうね。なんか村人に対して右クリックしたら、大体のやつがエメラルドくれたら何かやるよっていうようなやつでしたね。そんなにエメラルドって重要あるんかなって分からん。俺そんなにエメラルド欲しいと思ったことないんやけどな。わからんなぁ。まあいいや。じゃあ行ってみますか。このじゃがいもはさ、パクった。パクった。いや、なんか、意思疎通してさ、村人と意思疎通してさ、まあ、自己中な意思疎通の仕方してさ、何も言ってくれんかったけどさ、こっからちょっといただいた。まだ聞いてないけどさ、まあ、あれだよな。自己中な意思疎通っていうやつだよな。それで、まあ、言ってくれたけんさ、食べていいよって言ってくれたけんさ、
もらった。うんま。人参ももらっておいた。ところでなぜか石を手に入れた。なんか知らんけどね、なんか夜が、太陽が沈む頃かな。なぜかアイテム欄に石が追加されたんですよね。突然ね。なんかは知らんけど。この石何に使うんかなってわかりませんけどね。とりあえずむしゃくしゃしてからね、犬小屋みたいなの作りました。村人にここ入らんかって聞いたところ、全員に嫌な顔されました。どういうことでしょう。うん。というわけで言った通り、ここには入っていきますか。これがピラミッドですよ。なんだろうこれ。ノーマルってある。何がノーマルだ。ハード。ハード。硬い。何が硬いんや、ハードって。普通なんと、硬いんと、どっちが好きですかってこと。何の話やねん。普通なんと、硬いんと、どっちが好きなんだろう。何の話してんの。まあまあ、硬い方が好きかな、俺は。いや、何の話か知らんけど。ハード。ゲームの難易度ハード。ちょっと待って、ゲームの難易度だったん、ゲームの難易度だったん。じゃあノーマル。じゃあノーマル。これ下降りたらいいかな、下降りたらいいかな。うん、しょー。